どうもカマです。イクシオン実況パート17やっていきましょう。前回めちゃめちゃゲームオーバーなりました。なんだイクシオン難しいって聞いてたけど大したことないなと思ってたんですけれども、第4星系に来て今大変な目に遭っています。今回ゲーム再開するにあたってね、ちょっと事前に実況外でレベル上げじゃないけど結構前のところがやり直して、育てました。具体的にはピラネシを起こす前だね。うん。俺ピラネシを起こすときってもう冷凍ポットがないよねって言って、もうこれ以上人増えないからもう起こしちゃおうかって言ってピラネシを起こしたんだけど、まあ結局その後ピラネシから逃げ回っていて、ここにあるこの不明な構造ね、はい、ここから冷凍ポット見つけて、まあ人が増えたという経緯だったんだけど、それを今回ピラネシを起こす前に冷凍ポットをゲットしましたと。で、全部解凍しきりました。人も増えました。そしてもうドローン干渉粒子も、実装済みでございます。さらにさらに、セクター4も解放してね。しかも、駅ですね。駅を作りました。はい。これが行ったり来たりしてくるんですね、これね。うん。まだ、セクター3と4にしか作ってないんだけれども、はい。とりあえず作ってみましたよ。ということで、現状結構万全な体制になっているかなというところなので、この状態で、ピラネシを起こすと。で、多分ピラネシを起こしたら、太陽を調査するっていうミッションが発生して、前回つまずいたところに行けるんじゃないでしょうか。ということで、今回はそこからスタートしていきたいと思います。さあ、今回でエンディングまでたどり着けるんでしょうか?やっていきましょう!はい。タイクーンをピラネシに移動させまーす。ちなみに、冷凍ポット全部解凍したけど、最終的には労働者ね、まだ足りてないんだよね。不足してる。これさ、非労働者がかなりの数いるんだよね。すげえ多い。労働者ね、全然少ないのよ。それ辛いんだよな。ちなみに、入植した惑星あったでしょ。あれね、時間経ったらね、入植テスト完了したわ。うん。で、もう入植者をタイクーンに引き取るか、そのままもう、打ち捨てるかっていう選択肢出たんだけど、ちょっと仏心出したってさ、あ、じゃあ回収しようかって。選んだ後で、でも入植者ってもうこれ以上必要ねえよなって。気づいた時にはもう後の祭りだね。余計な食いぶちが増えるだけだったよ。アーロイコンもたっぷりあるから、今度こそ作っちゃおうかな。エグゾファイティングドーム。行きましょうか。はい。でかいですね。いいよー。よーし。アーロイコン450だからね。なんて言ったってね。でもこれでね、全セクター安定性プラス2はかなり心強いよね。これからピラネシを起こしたらまた安定性下がっちゃうから。はい。これで多分ピラネシが起きるはず。で、起きる前にもうこれ、タイクーン移動させちゃってもいいんじゃないのこれ。ダメなのかな勝手に移動させちゃまずいですか?なんか、適当にさ、どこら辺がいいかな?この辺りこう。移動しちゃえばいいんじゃないの?できるよね?うん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 。はい、さよならー。で、一方、科学船はもう、このパルサー、太陽にね、すぐそばに、スタンバイしておきましょう。すぐに調査できるように。はーい。ピラネシー、復活!復活のピラネシー。ムービーのピラネシー。スキップ。で、逃げろもやった。戦いもやった。でも、両方とも、クルーも、科学船も、ダメだったんで、まあしょうがない。エルデンマイヤーだけ回収しましょうか。ごめんな、みんな。はーい。科学船が帰ってきまーす。これ帰ってこれんのかな?おう、帰ってこれ、帰ってこれ、大丈夫だね。ピラネシが周囲にドローンを展開、管理者すぐに対空を離脱させてください。もう離脱済みだ。ピラネシもビビったろうね。ほら、いいねお、できた、できた、できた。お、戦ってる!すごい!やってるやってる!エグゾファイティングドーム!これは熱狂するわ!すげえ!あれ?安定性ボーナスゼロだけど。え?なんで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 ゼロなんだっけ?
駅で繋がってっからこっちも2になるはずなんだけど。あれ？なぜだ？なんかおかしいな。一回セーブロードしていいです？建設中も、建設のゲージ？メーターが出てなかったり、なんかちょっとおかしい。ああ、よかった。プラス2になった。おぉ。労働し直してよかった。で、隣も？そうだね。この隣は駅作ってないけど、やっぱりダメかな、ここは。あ、ここもついてるぞ。あー、ってことは、駅が必要なのは、この、エグゾファイティングドームがあるセクターだけでいいんだ。なるほど。これ超使えるな。はいはい、来ました来ました。うちの優秀な科学研究委員会の人たちが、パルサーを復活させればいいということを教えてくれたと。オーケー！よし！じゃあ早速、スタンバっていた、パルサー横にいた、エルデンマイヤーさん。はい、こちらエルデンマイヤー。違った、アビスだったわ。アビスです。パルサー分析しましょう。重力。さあ、R以降とか結構余ってるんだけどなぁ。どうしよっかなぁ。あれ作ろうか。医療センター。これ作ってもバチは当たるか。50人か。50人は今人いない。ごめん、無理だった。バチ当たるわ。あのね、今全部時間外労働なんだよね。どのセクターも。なのでね、いらない施設とかを、まあ停止したりぶっ壊しちゃったりとかね、すればいいかなぁとも思うんだけども。R1 個いっぱいあるから、製鉄所1個。落とそうか。労働者30人だもんね。これでかいよ。こういうような節約をしていかないとね、行き詰まるわ。オッケー！よっしゃー！来ました！ファラデーケージと探査機イカロス3。さあ、作りましょう。オッケー！ファラデーケージ解放しましたので、これが前回作れなかったんだよな。ファラデーケージ、はい。ポリマー480個。宇宙空間に漂う強力な電磁波から船体を保護します。はい。建設中は船体修理が一時的に停止。これ怖いね。2.6 歴の間か。大丈夫かな？よし、イカルス3解放された。さあ、建造しましょう。作ったら、このパルサーに突っ込ませると。そうすると、眠っていたパルサーがぶち切れて起きると。何すんじゃこれ！あれ？またファイティングドームゼロになっちゃった。これなんでなんだろう？人がいない！時間外労働になってるから？わかんないけど、とりあえず今悲観的になって、信頼が下がっちゃってるので、またゼロになってゲームオーバー嫌なので、幸い今、ご飯が余っているので、食料大盛り1丁しましょうか。これで安定性プラス1。食料1個で通常10人分賄えるところが7人分になると。まあいいでしょう。あー、ドローンが来たー。ドローン来たなー。あー、移動するか。しょうがない。はい、移動します。さあ、追い詰められていく。おー、すごい。つきました。あ、衛星がいるね、そこに。これ衛星じゃない？すごー。でかっ！おー、なんだこれ！継ぎはぎみたいになってる。すげー。あ、ファラデーケージ完了！あー、くそ、見たかった！出来上がるところ。どれ？どれがファラデーケージなの？どれがファラデーでどれがケージ？あー、素人目には全く判別できませんが。これで、電磁波からも身を守れるということなので、パルサーにいらっしゃる、アビスさん？はい、こちら、アビス、イカロス3発射準備完了です。さあ、今まで散々痛めつけられてきました、ピラネシ。ついに反撃の時が来ました。アビス調査チームがイカロス3を発射。パルサーのガンマ線バーストを誘発して、アビス、モロともピラネシを破壊し、クルーは緊急冷凍ポットで離脱します。マジか。あれ、すぐそばに、エルデンマイヤー、もう一隻の科学船もいるけど大丈夫かな？まあいいでしょう、行きます！
パルサー起動です。あ、5歴かかるのね。はい、お願いします。その間にエルレンマイヤーは対空に戻るか。オッケー、よーし行くぞ。じゃあイカロス3パルサーへ投下します。イカロス3を発射しパルサーを起動しました。アビスはガンマ線バースの直撃を受ける前に緊急冷凍ポットで離脱したようです。アビスは破壊され、冷凍ポット5個、はい、回収したいけど、まあちょっとそれは時と場合によるな。さあ、あ、ピラネシを倒しました。え、嘘、そんなあっさりと。あ、止まった、ピラネシ止まった止まった。あ、すごいすごいすごい、なんか出てる、ふわーって起きたんだ。すごい光ってる、めっちゃ光ってる、すげー。よーし、じゃあこれでエルデンマイヤーさんいけるんじゃないですか、ピラネシに。ねえ、おお、よし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 。あ、で、そうか、ピラネシ倒したから安定性も戻ったんじゃない。ピラネシへの恐怖、あ、まだ残ってんのかい。まだ残ってるよ。いや、もう止まってますからね。みんなもう大丈夫なんだよ。調査しよう、調査しよう。レムスの場所教えれー。よいしょー。ピラネシはガンマ線バーストで緊急シャットダウン。ドローンは停止し、搭載していたミサイルが爆発した模様。おおほほほほ。自爆したってことか。超短波放射が内部の電気系統を故障させ、爆発が船体全体に波及する様子をクルーはずっと眺めていました。エルデンマイヤークルーからの通信、船体の破損部からピラネシへの侵入に成功。ガンマ線バーストによってほぼ全ての電気系統が故障し、独立していたドアとエアロックが全てクローズされている模様。壁からはトラップと思われる黒い粘度の高い油が染み出しています。座標保護装置がある部屋に侵入する。まだちょっと危険ありそうだけどね。行きましょうか。これで2歴かかる。はい。あ、これで、そっか、ドローンももう全部消えたのか。あー、嬉しい。めちゃめちゃ嬉しいわ。とかね、入植者がやっぱ邪魔なんだよな。引き取んなきゃよかった、入植者。こいつらがいるから安定性下がっちゃうよ。住居足りないっつって。住居は足りてるところに、100人ぐらい入植者持ってこう。セクター2に。あー、聞いてこの音楽。すごい。心休まる音楽。このゲームでこんな綺麗な音楽初めて聞いたわ。はい。オッケー。ピラネシ。調査。ピラネシ船内は全体的に激しく損傷しており、青い火がきらめきながらドローンが散乱しています。露出した船のエアロックなどでは一部有機神経回路。お、生物的な。を構成していたようで、研究のための図像も撮影済みです。座標保護装置へ向かう途中、巨大な半透明のポットを発見。内部の液体には腐敗した人体と思われる何かが浮かんでいました。スーツの色から、おそらくエテメ南紀のクルーだと思われます。あー、囚われちゃったんだ、ピラネシに。うわー、かわいそう。長い道のりでしたが、レムスのボール座標保管装置を発見しました。データ転送準備も完了しています。よーし。あ、対空接続するのか。了解了解。ちょっと待ってね。バッテリーが足りないから、ちょっと充電してから行こう。最後まで気を抜かずに行きたいよね。あ、なんかイベント起きてる。なんだろうこれ。怖っ。イベント発生。見てみましょう。希望ではなく勇気。植民テストを行った入植者を帰還させることで、管理者への指示が広がっています。へぇー。クルーは友人や仲間との再会に喜び、人類の存続に希望を持つことができるようになったようです。それだけではなく、居住可能惑星は必ず見つかるという勇気も生まれているようです。なるほど。いやー、連れて帰ってきてよかった。俺は信じていたよ。あー、まあ、信頼ボーナスか。安定性ボーナス欲しかったなー。はい、まあいいでしょう。ありがとう。あの、すげー、ドスの効いた声の PA、ナラカだったっけ？ピラネシの PA。あれも、もう、停止したってことだよね。最後の断末魔とか聞きたかったなぁ。この私がーみたいな。ね。ラスボスっぽい感じの声を聞きたかったなぁ。はい。タイ君到着でーす。
タイ君を接続してレムスの座標を取得する。はい、これでおしまいかな。レムスの座標、これで分かんなかったら面白いけどな。はい、レムスへのボール座標の転送が完了。転送中にピラネシのシステムを分析したところ、手法及びエテメナンキの攻撃を受けて、もともと虫の息の状態だったようです。あ、そうなんだ。放っておいたらそのまま完全に崩壊するでしょう。多数の違法な技術が使われていることからも、崩壊時に星系ごと巻き込むような重力波が発生する可能性が高いため、急いでこの星系を離れる必要があると考えます。おお、メガンテ使うってことだね。了解。新たなミッション、終焉の果てに。次の目的地でボールジャンプを行う。このまま待ってたら爆発するの、ピラネシ。それは良くないね。じゃあ、皆さんいいですか？貨物船の皆さん。ちょっと遠くまで行ってる方もいますけれども。あー、ちょっと待って。もう、じゃあ最後にちょっとね、ここの5人のイカロス3を投下した5人は連れて帰ろうか。ここはな、人情だろ、これは。ね。それ以外の皆さんは、まあ、ちょっともう帰ってきてください。最後の方は、貨物船のアップグレードとかしたら、宇宙天気あんまり影響なかったね。まあ、タイクーンが通過するときだけやばかったけど。はい、回収しました。英雄と呼ばせてください。じゃあ、そろそろ最後のボールジャンプ行きましょうか。さようなら、ピラネシ。おー、すごい！ドローンめちゃめちゃ飛んでるじゃん。制御失ってるドローンかな、これは。ありがとうな。俺行くよ！レムスへ！イクシオンエンジン起動！はい。さあ、最後です。最後だよね。大丈夫だよね。ジャンプ、開始！さあ、いよいよレムス。まあもう座標分かってるからね。やっと進めるわ。どんなとこかな。駅からコンビニ近いかね。ああ。いやー、激闘でしたね。激闘でした。これで第五星系も普通にあったら、ちょっとびっくりするけどね。まあでもやるけどね。面白いからね。はーい。つかもうタイクーンが持たないよね。ボールジャンプするごとにどんどんダメージ受けていくわけだからね。もうボロボロですよ。さあ、最後の星系。惑星レムスはそこにあるのか。最後のローディング。おお、これか、これか。黄色いな。すっごい硫黄臭いとかじゃないよ。大丈夫。温泉臭がすごい惑星とかやりえるよね。でもね、硫黄なんて普通にありそうだよな。ボールジャンプが完了しました。初期診断実行中。はい、いつもですね。不可逆的ダメージね。あ、イリア星系に到着。レムスはすぐそこです。タイクーンの構造はほぼ限界の状態です。もうボロボロと。ニョコンド植民化プロトコルを開始しましょう。はい、了解です。あ、やんなきゃいけないの。通信を終了。はいはい。あれ、最後の地平線、レムスを探す。あ、まだあるわ。まだ全然普通にあったわ。ちょっと待って。おー、もう半分、最大ヒットポイントが減ってます。ちょっと待ってね。やるんだ。やるんだ。お、すごい。パラティヌス。まだあるじゃん！イリア。あれ？探すの？まだあるぞ、おい！まだあるぞ、おい！本当に？まだあった。